チャオ、あっちゃんです、今日のあっちゃんのお昼ご飯は袋麺、まるちゃん製麺の、醤油ラーメン、それにわかめとニラと、ネギを入れたわかめ醤油ラーメンしてんけどね、これをね食べましょう。まるちゃん製麺ね、麺が美味しいよね。結構あっちゃん買うんやけど、こんな感じ。ではいただきます。うん、おいしい。髪の毛が入った。うまい。あれか、お風呂入ってね、すっきりして。誰？あのちゃん？美味しい。スープ買ったら、ね、一応ね、なんていうの、小さな抵抗、塩分が高いよ、こういうのね。だからね、にがりを入れた。にがり入れるとね、化学塩でもミネラル入ることでちょっとマシかなと。うん、おいしいな。わかめたっぷり入れたからね、おいしい。うん、うん、ね、ブラックペッパー入れたら美味しいと思う。胡椒入れるとラーメン美味しくなるんでね。アクマリル入るとヒゲっぽさね。胡椒こうやってたら証拠じゃない。うん、ニラ美味しい。うん？イタリア。袋麺ね、おいしいよね。でもカップ麺みたいに具が入ってへんから自分で嫌なんし、作らんないし、めんどくさくてね、まあ、買ったの買ってんだけど。
なくてさ、なんかノリノリなさ、レゲエでもかけてくれんかなって言ったらかけてくれんかな。ふん、やめてって言われる。レゲエ知らんけど。ハンズマヤ行きたいな。明日までか。ニラの芯がすごい硬かった。育ちすぎたニラはね、芯が硬くなる。でも芯のとこ好きやん、芯って根っこのとこね、強くが硬くて好き。え？なんで裏の草。うん。裏にニラ埋めようか。ニラになってるわって刈られてるの。個人差ありますって書いてるさ。個人差ありますって書いてあったやつさ。それは個人差あるやろな。こっちこっちでいいんやと思ってあれ関係ないやん。お疲れ様でした。今日のあっちゃん家のお昼ご飯はまるちゃん製麺の醤油ラーメン、わかめとニラとネギ増し増しで食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。卵入れたらよかった。失敗した後もあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃん家のお昼ご飯まるちゃん製麺の醤油ラーメン、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかった。